よう、いらっしゃい。腹は減ってないか。ここいらのワルドもだ。そいつにすんのか。気ぃつけてな。デイブが森に入ったって話、これ普通は許可がいいの？特に聞いたことはないが。だが戻ってきてねってのも気になるな。探しに行ってみっか。すごい景色だな。しっかり敵を見極めもらった。はいはい、よっ、君たちどうしてここに？情報屋で、あんたのことを聞いたんだ。俺のこと？ここ立ち入り禁止なんだろ。なあ、メルダシオの正規のハンターよな。人命に関わる依頼がない限り立ち入れない。だいぶ前の話だが、救助に向かったハンターが森から出てきていないようで。会えれないなら探してきてやろうか。そうか、すまないな。この先に小屋がある。そのハンターの情報も聞けるかもしれない。規則でね、ドッグタグの回収じゃ森に入る許可が下りないって。俺はメルダ省に戻る。くれぐれも無理はしないでくれ。あんまり無茶しないようにね。いらっしゃい。あら、何かご用？ドッグタグって知ってるか？亡くなったハンターさんのね。それなら森の奥。あなたはメルダシオンの人から頼まれたの？まあな。なんでハンターは中に入れないんだ？メルダシオは私を嫌っているからね。彼らは魔女を追い出して森へ追いやったの。え？魔女って言ってもただの薬屋なんだけれどね。魔女って、え？魔女が気になる？じゃあ、探し物を見つけたら帰りに家に寄ってちょうだい。行くぞ。よし、行くか。行こう。薬屋とは言うが、あの小屋には回復薬があまり置かれていないな。あの人が魔女？メルダシを追い出されたってのが気になるな。みんな、ターゲット発見。任せろ。それ
想定外に厳しい状況だ。やべえかもな。消してやる。大丈夫。なんとか。終わりか。これで決めよう。みんな、よし。ああ、うまくいったな。すげえ、俺たち頑張ったよね。おう、いして厳しかった。あとはこれを届けるだけだ。やっと地上か。拾ってこられたようね。じゃあそれはデイブにちゃんと届けてあげて。それと彼に、自分を信じなさい、従うだけが正しいわけじゃないのよって伝えて。あんた何者なんだ。薬屋でも普段扱ってるのは特殊な薬だから、私を魔女と呼ぶ人もいるわね。薬って死骸よけの薬ね。シルベに使うのよ。カンナギが施した効果を支えるもの。その昔、傷薬をたくさん欲しがってたメルダシオとは喧嘩になってね。研究も実験もやるなら一人でやれって、協力はしないって言われてね。だから立ち入り禁止になってんのか。ひどいでしょ。でもどちらも正しいの。その上で自分が判断することが重要ね。それができるようになれば、デイブもメルダシオの長になれるはずね。君たちか。じゃあ、ああ、ドッグタグとあと魔女から伝言。君やから。自分を信じろ、従うだけが正しいわけじゃないとか。そうか、君たちにはいろいろ面倒をかけてすまなかったな。戻ってからずっと考えていたんだ。本当に自分で回収しに行かなくていいのか、規則だから仕方がないと納得していいのか、正しいことをしたんだろうかとね。まだまだメルダシオを引っ張っていく人間にはなれそうにないな。でもおかげで周囲にそう判断されていた理由が分かったよ。ありがとう。本当に感謝している。これは責任を持って家族の元へ返すよ。いや、今日はどこへ向かうんだ。調子良さそうだね。ああ、従うだけが正しいわけではないか。ま、当たり前のことだな。難しいよ、君やみたいに喧嘩になるじゃん。だからって間違っていいわけでもねえしな。ああ、難しいな。